キュルティペは、トルコのカイセリ県にある遺跡。キュルティペに、最も近い現代の都市は、約20キロメートル南西のカイセリである。キュルティペ遺跡は、イオカ、キュルティペ本体、および、アッシリアの集落が発見された麓の町から、構成される。紀元前20世紀のアッシリアの文書では、カネシュと呼ばれていた。後に、ヒッタイト人は通常ネサ、時に、アニサと呼んだ。 ヒッタイト人はこの街を自分たちの元凶とする伝説を持っていた。ヒッタイト人自身はヒッタイト語のことをね、知りと呼んだ。これはネサの言葉を意味する。聖堂のやり先、設計文字でアニッタの名を記すカネッシュは、同期時代からローマ時代まで継続的に人が住んでおり、ハッティ、ヒッタイト、フルリの重要な都市として栄えた。 紀元前21から18世紀にはコアッシリアのアッシリア商人たちたちによるカールムがあった。このカールムはアナトリアの全アッシリア商業植民地網の管理、流通の中心地であったらしい。後世の証言によれば、アッカドをナラムシンに対して反乱を起こした17人の王のうちにカネシュ王、ジッパニーがあったという。この遺跡では、 紀元前20世紀のヒッタイト語最古の資料が発見された。ボアズキョイで発見されたヒッタイト語文書によれば、ザルプワを追う船がネサを攻撃した後、ザルプワの人々は町の死ゆし神の像を奪った。クッシャラ王ピトハナはネサを夜に力で征服したが、町の人に対して悪事を働くことはなかった。ネサは 一花の息子のアニッタに対して反乱を起こしたが、アニッタは反乱を制圧し、ネサにとを置いた。アニッタはさらにザルプワを侵略し、その王藤屋を捕らえ、ネサの収集心臓を元に戻した。このようにしてクシャゃらの王朝がネサの支配権を得たとする。この物語がそのまま史実とできるかどうかは不明であるが、ネサにおけるアニッタの支配は考古学的に証明されている。 紀元前17世紀にヒッタイト人は、かつて、アニッタが呪ったハット社に首都を移し、ヒッタイト王国を築いた。ヒッタイト後のことをね、尻と呼ぶのはこの歴史的経緯に由来する。ふもとの町からい、丘を望むカールム時代の中央アナトリア1925年、ベドジフ・フロズニーは、キュルティペを発掘して、設計文字が記された1000枚以上の粘土板を発見した。 年度版は、プラハとイスタンブルに所蔵されている。現代の考古学的調査は1948年に開始し、トルコ歴史学会及び古物、博物館総局の共同チームによって発掘された。調査団は、タフシン・オズギチが2005年に没するまで率いた。通僧の火災の原因は、学者によっては、エシュヌンナオによるアッシュール征服に結びつけているが、トレーバー・ブライスは、 ウフナの攻撃のためと考えている。アイビー層の火災を学者によってはアシュールの滅亡に返し、別の学者は周辺の章を最終的にバビロンのハンムラビに返している。今までに2万枚を超える設計文字を記した粘土版がキュルテペから発見されている。キュルテペの地図。K がカールム、Z が宮殿、T が ジーンアトキュルテペの地区の内歴史学者の興味を最も強く引くのはカールムである。これは、同期時代の早期アッシリアの商人のために、品物がカールムの中に止まっている限り税を納めずに、使用できるように現地の役人によって権利放棄された区画である。カールムという語は、当時のリンガフランカであったアッカド語で港を意味したが、後にその意味が拡張されて、 海に面しているかどうかと無関係に商業植民地を指すようになった。アナトリアの別のいくつかの都市にもカールムがあったが、カネ種のものが最大であり、カールムの中にはアッシリアからの兵士や商人が数百年にわたって住んでいた。彼らは現地の鈴や羊毛をアッシリア本土やエラムの贅沢品や食料、香料、織物などと交換していた。キュルテペ遺跡本体は、 直径550メートルの大きな円形のマウンドで20メートルほど高くなっている。宮殿や寺院の跡がある。集落は創女学的にいくつかの年代にまたがって作られた。新しい建物が早期のものの遺跡の上に建てられたため、戦死時代から早期筆イと時代に至る深い創女が存在する。カールムは通を及び アイビー層の2階にわたって火災によって破壊された。居住者はその財産の大部分を置いたまま去り、現代の考古学者によって発見されている。発見物のうちには大量の焼かれた粘土板があり、そのいくつかは粘土の容器に入れられて、円筒印象で封がされている。これらの文書は、アッシリア植民地とアッシュールの都市国家の間。 アッシリア人商人と現地人の間の貿易といった日常の活動が記録されている。貿易は国家よりも家族単位で行われた。キュルティペ文書はアナトリア最古の文書である。コアッシリア語で書かれているものの文書の中のヒッタイト語の借用語や固有名詞はインドヨーロッパ語族最古の記録になっている。考古学的資料の大部分はアッシリアではなくアナトリアに 典型的なものであるが、設計文字が使用されていることと、その方言によって、アッシリア人の存在が示唆される。通層の破壊は極めて全面的なものであり、年輪年代学に必要となる樹木が存在しない。2003年、コーネル大学の研究者らは、都市の残りの地域から、IB 層の木材が何世紀も前に建設されたものであると発表した。ワルシャマ。 さらいの建築物の年代を紀元前1832年のものとしたが再検討によって紀元前1779年に改めた。ありがとうございます。